日本で一番ユーモラスな理科の先生、根本万です。今回は私の二大発明の一つ、電流検定、略して電検に、ぜひとも挑戦してもらいたいという気持ちで、今回の企画をしました。何人かの生徒の感想文を紹介したいと思います。電検をやればですね、高校入試の問題がバカらしいほど簡単に見えてきます。嘘ではありません。これは真実です。私が電検をやって一番嬉しかったのは、入試の問題がとっても優しく見えたことです。電検を始める前はこんなにややこしい問題が解けるのだろうかと思いましたが、オウムの公式さえ頭に入っていれば、あとは簡単な算数ぐらいで済みました。終わってみて改めて入試問題を見てみると、とっても優しい問題だと思いました。集中してやって、家でもやって、終わってみるととても楽しかったです。ややこしい回路に挑みできた時の達成感はとても大きいものだと思いました。英検や漢検のように日本全国の人ができるようになったら、根本先生は有名人になれるでしょう。とにかくやってみればきっと回路問題に強くなると思いました。私は負けず嫌いなので、誰よりも早く特級を取るぞという気持ちで電検をやりました。授業中はもちろん、家に帰ってからも毎日のように解いていました。最初の頃は簡単でスラスラと解けましたが、3級2級2級くらいになってくるとだんだんと難しくなってきて、なかなか解けませんでした。でもその問題が解けた時は飛び上がりたいほど嬉しく、その瞬間が好きでした。だから毎日頑張りました。そして私は特級に合格することができました。楽しみながら電検をやったのに、いつの間にか電気の問題が得意になり、テストも簡単に見えるようになりました。こんなに楽しく電気の勉強ができて、しかも得意になってしまうなんて、電検は素晴らしいと思いました。もっとたくさん木を作って、また私にやらせてくれると嬉しいななんて思います。たくさんの人に電検をやってもらって、電気の得意な人がもっと増えてほしいと思いました。今回電検をやって苦手から得意になりました。最初根本先生は電検をやったら得意になるって言ったけど、本当かなと思っていました。理科はただでさえ苦手なのに、一番難しいと言われる回路図をスラスラ解くなんて私には関係ないと思いました。準5級でさえちんぷんかんぷんで不安でした。ところが4級3級でコツをつかみ、スラスラ解けるようになりました。友達にも教えられるようになりました。これは絶対特許を取ってほしいと思います。もし30年後電検が全国で大ブレイクしたら、自分の子供にお母さんもやったのよと言って懐かしんだりしたいです。電検で特許が取れなくても、自分の子供とかにやらせてあげたいと思います。中学の中で一番困難だと言われていた電気の回路図が電検でこんなにも簡単になるなんて思ってもいませんでした。中間期末もいい点数が取れて、よかったです。今までの理科の授業で電検が一番理解し楽しめました。電検万歳。最初は準5級も全然わからなくて嫌だなと思った。けどある時友達に教えてもらって、やり方がわかると4級3級とどんどん合格して、電検を解くのが楽しくなりました。一回やり方が分かれば面白いように問題が解けるので、電気は難しいところだけど、電検のおかげで自分なりに理解できたと思います。定期テストでも電検のおかげで電検のところはできていたし、他のところもそれなりにできていたので、とても嬉しかったです。私は電検は本当にノーベル賞ものだと思います。なぜなら全然分からなかった人、私も含め、でもやり方さえ分かればどんどん問題が解けて、気がつくと電気の勉強が理解できているからです。これから3年生になると高校に入るためにいろいろ大変だけど、この電検で学んだことを思い出して頑張りたいと思いました。最後に S 中学校の M さんの感想文です。私は今回電検を受けてみて、直列回路と並列回路の電流の流れ方や電圧の求め方、抵抗はどれくらいと求めるのが楽しかったです。4から5個のヒントだけでどんどん解いていくうちに、どんどん答えが出されていく時の嬉しさが今でも忘れられません。一つや二つ間違えても、もう一度やり直そうと諦めずにやり続けたのは電検が初めてでした。
この努力のおかげでその後他のところで使うことができました。特に勉強面でその力を出すことができました。これには自分でもびっくりしました。電研を受けただけでこんなにも変わるなんて驚きでした。もし電研がなかったら私には努力という言葉は身につかなかったと思います。それにもう一つ、友達と教え合ううちに友達との輪が広がったような気がしました。前よりももっと仲良くなれたことも嬉しかったです。私にとって電研は何事においても神様のように思えます。はい、これは生徒が心を込めて書いてくれた電研の感想文です。さあ、何百名分はあるでしょうか。もう200名、300名ぐらいあります。はい。こんなにたくさんいろいろ書いてくれました。よかったらチャンネル登録、コメントもお願いします。人生は一度、自分は一人、やるときは今。